お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちら見ていただければね、わかると思うんですが、バランス調整の、内容がね、発表されましたというわけで、今日はちょっとね、バランス調整についていろいろね、触れていこうかなと思います。めちゃくちゃね、久々4ヶ月ぶり、ぐらいのバランス調整で、もうね、めっちゃ変わります。なのですごい楽しみなんですけども、非常にね、わかりやすく、キールさんというね、方がもうまとめてくださったのがあるので、もうめちゃくちゃ見やすいですね。はい、よければ皆さん、キールさん、KIR クリエイターコードね、ありますので、課金する際は、ぜひね、KIR キールさんね、入力、ぜひぜひよろしくお願いします。僕のね、クリエイターコード RAD って打てばあるので、ぜひね、僕のコードもよろしくお願いいたしますと、というわけで、今回ね、この13枚ぐらいね、修正が入りました。入りましたじゃない。入ります。はい、これからですね。まあ、シーズン終わって、次の日か、その次の日ぐらいにね、はい、あとまあ、10日後ぐらいに、環境ね、変わると思うので、ぜひ楽しみに。というわけで、ちょっと少しずつ触れていこうかなと思うんですけども、皆さん、来ちゃいましたよね。マザーネクが、まさかの、マザーネクロがね、超、強化されちゃいます。ダメージ攻撃力 14%、 ヒットスピード 8%、 初撃が 0.1 秒速くなるというわけでも、まあ全てがね、強くなるよと。まあ範囲攻撃には、残念ながらねなりませんでしたけども、これはね、こう今までよりもすごいね、使われるようにはなるんじゃないかなと思います。すごいこれは嬉しいですね。で、あとまあエリババも、君いるっていうね、エリババなんか前も強化されましたよね。結構ね、運営の人はエリババを多分気に入ってるんですよ。そうだから、エリババなんか毎回なんかちょっとずつちょっとずつ強化されて、いつかね、このぐらいだとそんな変わらないと思うんですけど、いつかぶっ壊れになるんじゃないかなと思います。さあ、そして三重子も設置時間がね、2秒から1秒。これもね、でかい。三種も最近ちらほら出始めたんですけど、ちょっとずつ増えていくんじゃないかなと思います。そしてネクロが射程が5から 5.5。ちょっと伸びますね。マスケット重視とかが射程6。で、エレキは5なので、アイスウィズと一緒ですね。はい。まあ、あんまわかんないと思うんですけど、アイウィズと射程が一緒になる。ネクロはでもこれでも多分あんま使用率は増えないんじゃないかなと思います。そして、お帰りヒールスピリット。というわけで、ダメージがね、上がったことによって、今までスケルトンであったり、コウモリがね、処理できなかったんですけども、それがね、なんと対応できるようになります。まあ、なので今の LSP の枠がね、まあ LSP から半分ぐらいヒースピになるんじゃないかなと思います。そして、めちゃくちゃでかい火砲。巨大スケルトンの死亡時ダメージマイナス 54% ですね。まあ通常のね、キョスケの、まあ、攻撃が、約 30% ほど、28% 上がるんですけども、キョスケの攻撃なんか、まあ、ぶっちゃけどうでもいいじゃないですか、あれ。こいつだってもう爆破した時の爆弾がこう取り柄だったんですよ。もうこいつの唯一の取り柄のダメージを半分もね、下げちゃったというわけで、マジでね、巨大スケルトン使っていた方、お疲れ様でした。はい。まあ、そういうわけでね、まあ、僕もキョスケちょっと好きだったので、まあ、残念なんですけども、ほぼもうね、見られなくなると思います。さあ、そして、まあ、ナイトもね、最近、枯渇、まあ、ロイホグ、ホグ、まあ、なんかバルーンとか、とりあえずは万能だったので、HP がね、5%。まあ、これもまあ、妥当なね、感じかな。まあ、バルキリーを使うのか、今後はね、まあ、このままナイトなのかって感じ。で、まあ、ぶっ壊れだった、このハンター、ザッピー、まあ、ムートあたりも、一緒にね、下方というわけで、ここもちょっとね、使用率落ちちゃいそうな気がしますね。ハンター、ザッピー、そう。ファーストヒット。攻撃速度。ファーストヒット。初撃ですかね。はい。初撃がやっぱこう、ね、出してから撃つまで。とか、敵と遭遇してから撃つまで。ちょっと遅くなるっていうのは痛いんじゃないかなと。打ち負けちゃいますね。ユニット対決。ザッピーもね、初撃が早かったので、ちょっとね、使われるようになったんですけども、落ちます。で、ムートは、まあ、下方、どうなんだろうね。こいつの歩く速度が、ちょっと遅くなる。そう。なので別に攻撃力とかそういった部分では変化ないですね。だからまあ、端前ムートとかを止めやすくなったんですね。そうそうそう。あ、ムート遅いねっていう。そう、ゆっくり対応できるようにはなりました。で、ボムタワーも、これ、キョスケと一緒で、まあ、死亡時、爆破ダメージ、マイナス 50% ダメージ。これね、でかいと思いますね。ボム結構減るんじゃないかなと。テスラとか、
ごぼうりとかそんな環境になるんじゃないかなと思います。そしてバルーン、もう爆破系で全部過保そうで、バルーンも死亡時ダメージ 27%。 でもこれは、まあ、正直普通にまあ使われる今後も、まあまあ爆破ダメージがちょっと減るぐらいなので、まあそこまで気にするわけではないけど、ああ今までのバルーンだったら勝ってたなっていうのも今後あるんじゃないかなと思います。さあそしてこれね、意外と結構変わる。なんとボンバーのコストが3コストから2コストになります。まあ、その代わり今のまま2コストにしたら強すぎるから、まあ HP も攻撃力もね下がるよというわけです。でなんか最初はウッドで2コストになるけどウッドで処理されるみたいな言われてたんですけど、なんかウッドだと耐えるみたいです。そうだから2コストのボンバーは普通にね強い。ウッドで耐えるから、まあウッドは打たないか、でもヤナアメとかではね、はい、処理できると思うんですけど、まあ、ボンバーにこそは僕ロイフグとか使うので、ロイフグ飛ばした瞬間にボンバー来たら、うわマジかってなりますね。ニコスはね強いっすよ。最近ね、ここ最近槍ゴブリンもめちゃくちゃね使用率上がってるんですけども、やっぱニコスっていうのが便利なんですよ。そうニコスでなんかね、もうたったニコスですからね、セパレートできたりとか、とりあえずね空にも攻撃できる。そうボンバーもまあニコスになればすごい使用率ね増えるんじゃないかなというわけで、こちらのねキョスケバルーンデッキ最後にね一戦やりたいなと思います。僕巨大スケルトンとか、まあそんな使うわけではないんですけど、このキョスケプラスのバルーンデッキ動画で何回か紹介したことあると思うんですけど、めちゃくちゃ好きなんですよ。そう公式大会とかでも使えますし、マジでこう僕の一番好きなデッキはって言われたら、まあロイフグとかスケラとかラバとかあるんですけど、結構ねこのキョスケバルーン大好きだったんですよ。そうキョスケプラスバルーンで攻めて、キョスケのね爆破に相手の対空を全部集めてみたいなので、ねもう大好きだったんですけど、さようならですね。今日でラストになります、使うのが。いやまだね10日ぐらいあるんですけど、いや本当はねここでもうバルーン行っちゃってよかったっすね。間ハンター咲いてましたから。今これはね僕の判断ミスかなというわけで、いや強い、うっ、オッケー、まあ血球ぐらいかな。おい親衛タイム、ああこれあれっすね、マジアチャいます、ロイホグいます。 KKA とかがよく使ってたやつだな。まあマジアチャ、マジアチャ嫌っすよねマジで。ここのうわ、待って全然違った、ごめんなさい待って全然違う、全然違う。しかも相手のスケラの位置がなんか深すぎる。まあ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 、新兵隊スケラだな。なんか俺が使ってそうなデッキですね、今回は。はいはいはい。まあまあ、でもこれも、キョスケプラスバルーン組んで、相手のハンターをね、巨大スケルトンの爆破に合わすだけで勝てると思います。ザッピーもちょっと厄介ですけど。まあそういったわけでね、本当に結構変わりますよね。まあヒースピが戻ってくるっていうのもでかいんですけど、じゃあまあ今後ね、何のデッキが残るのっていうところで、まあなんか、アイスイズベビドラのこういう遅延系のデッキは何もね、いじられてないんですよ。そう、だから、まあ普通に、ザッピソイト、ゾッピソイト。これそう、あいつきつくね？もしかしてだけど、あれか？ファイバー的な？ハンターがこっち向いてくれん？ファイバーあるですね、それは。まあ届かないですよね。ふぅ、頑張りましょう。そう、遅延系のデッキが強いのと、まあ、あとはマスケが復活と、テスラも強そうだなって個人的には思ってますね、テスラ。そう。ちょっとボム置いちゃおう。うん。さあ、これ、マジで厄介っすね。この巨大スケルトンの弱点って、ムートじゃなくてあれなんですよね。親衛隊なんですよ、そう。親衛隊がきついんですよね。よいしょ。さあからのこれは反対読みディガーとかしちゃってきついぜ相手。これは守るのはもうトルネで下げちゃうからね、俺ぐらいになると。いや全然入んねん、やば。おお、一発入った。いやーワンチャンあるっすよ、マジでマジでワンチャンある。さあボム置いて殴んな。オッケーオッケー、いやいい子いい子いい子、マジでワンチャンある。これスケラ打ってくんねえかな。いや、さすがに撃ってくんねえか。いや、一回ちょっと待っちゃうか。で、ハンター？
さあ、ムート、いや、マジでワンチャンですね。さあ、スケル打ってくるよね。いや、でもこれはさ、耐えれる。待って、アイビズベビー、君たちがどれだけ働くか、やる気があるか。で、ここの、見て、この、これめっちゃいい、多分。ふって、これね、もう、ここ、キョスケ早く爆破しろ。早く、君早く、散れ。早く、早く、キョスケ早く、頑張ってる。オッケー。さあ、来ました。これです。キョスケがね、僕のキョスケがちょっと長生きしすぎてた。もうあるんですけども、爆破に相手の対空とかをね、すべてまとめると、無理やりね、まあ、バルーンを通せるというわけで、このね、キョスケバルーンすごい大好きでした。まあ、次環境が変わるまで、あと10日ほどあるんで、まあ、その間はね、もう、本当に使いすぎかっていうくらいね、もう使い回して、さよならできればなと思います。というわけで、今回ね、バランス調整動画は、これぐらいで終わりにしたいなと思います。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。